トベリトベリは、ボルガ川に面するロシア連邦の都市、トベリ州の州都、人口は37万6400人、2004年、ロシア有数の古い歴史を持つ都市、ボルガ川とトベルツァ川との合流点にある、モスクワより北西に170キロメートル、モスクワとサンクトペテルブルクを結ぶ、モスクワサンクトペテルブルク鉄道、及び、 高速道路 M10 が通る。1931年から1990年までは革命家、ミハイル・カリーニンにちなんで、カリーニン、カリーニンと呼ばれていた。ロシアの重要な工業都市の一つで、鉄道列車製造、木材加工、繊維工業、化学工業などが盛ん。ロシア最大級の空軍輸送機基地、ミガロボ、ミガラボが近郊にある。 2003年9月に、ウラジーミル・プーチン大統領とドイツのゲアハルト、シュレーダー首相との間で、バイオマス発電についての共同開発を、トベリを拠点として行うことが約束された。トベリは、トベリ国立大学をはじめ技術大学、医科大学、軍事大学、農業大学、様々な単科大学などの高等教育、研究機関が置かれ、モスクワの大学や研究所も、支部を、 トベリに置いている頃がある。トベリの町は十二世紀に起こり、トベリの名の文献における書室は百六十四年に遡る。元ノブゴロドの商人の小さな交易拠点であった、トベリは一二百九年に、ウラジーミルの大公の手に渡った。二百四十六年に、英雄アレクサンドルネフスキーがトベリを、弟のヤロスラフ・ヤロスラビチに与え、百四十七年より、 トベリ公国の首都となり代々やロスラフの子孫が、公の地位を継いだ。トベリ公国の公のうち4人は侵入してきた、モンゴル人の女子ウルス、キプチャク半国との戦いで戦死し、後に、ロシア正教会により、劣勢されている。深い森と沼地だったトベリでは、開墾が進み、トベリ公国は、ルーシ諸国の中でも、有数の豊かさと人口を誇る強国となった。 タタール人に襲撃されにくい西北に位置したため、後輩の局にあった、ルーシ南部からは、人口の流入も絶えなかった、スラブ民族の北東ルーシへの移動。13世紀の末には、モスクワに対抗して、ルーシの覇権を争う力をつけてきた。トベリもモスクワも、ロシアでは、若い都市であり、記録も少ない。トベリ公国の祖であるヤロスラフ・ヤロスラビチの息子、ミハイル・ヤロスラビチ。 トベリのミハイルは1285年にトベリ公となりリトアニアやスウェーデンと戦い、1305年にはウラジーミル大公として退官し、全粒子の大公を自称した最初のトベリ大公となった。彼は中世ロシアでも最も敬愛を集めた君主で、あったがウズベク藩率いるジョチウルセ及びその後ろ盾を受けたモスクワ公国と戦ったため、1318年に ウズベク藩の首都サライで殺された。息子、ドミトリー・ミハイロビチは後を継ぎ、強国であったリトアニア大公国と組んで、トベリ大公の力を高めた。ドミトリーの力の慎重に苛立ったモスクワ公国のイヴァン・カリタ公、イヴァン・イッセイは巧みに、ジョチジウルスを操り、1326年には、ドミトリーは、ウズベク藩に処刑された。翌1327年、トベリでは、 大官として、ウズベクク藩が派遣した息子チョルの圧政に耐えかね、生新女終身祭。8月15日の日に、タタールの圧政に対する民衆の暴動が起き、チョルも殺害された。イヴァン一世は、ウズベクク藩と大軍を率いて、トベリを襲い、暴動を弾圧し、市民の多くを殺害、奴隷化、追放し、トベリ大公で、ドミトリーの弟アレクサンドル・ミハイビチは、プスコフへ逃亡した。 この虐殺は、トベリ大公国に対する致命傷となった。アレクサンドルは、リトアニアの後ろ盾で、イヴァン一世に、再び対抗したものの、最終的には軽略にかかり、ウズベク藩に処刑された。ミハイル・アレクサンドロビチの治めた14世紀後半、及びイヴァン・ミハイロビチが治めた15世紀前半、トベリ大公国は、大公の地位をめぐる争いでさらに弱体化した。 カシン分量とホルム分量は対抗家の分家であり対抗家とも激しく争った。この争いに対しモスクワ対抗国が分量を支援して介入し仲介にも当たった。モスクワ対抗バシーリー2世の治世前半の1420年代から1450年代、モスクワ対抗国では対抗位をめぐる内戦が起き、トベリ対抗国は 再度重要な勢力として登場し、リトアニア大公国、ノブゴロド公国、東ローマ帝国、ジョチウルスなどと連合した。この時期、トベリ大公ボリス・アレクサンドロビチは、アファナシー・ニキチン、アタナシオス・ニキチン、アファネジ・ニキチンを金やダイヤの探索のため、インドに向かわせている。1466年から1472年までのニキチンの旅行期は、おそらく、 ヨーロッパ人最初のインド旅行期であろう。1955年には、トベリのボルガ川沿岸に、ニキチン像が建てられている。1485年9月12日、イヴァン三世はついに、トベリを占領し、トベリ大公国は、モスクワ大公国に併合される。トベリは、イヴァンの孫の俗領として与えられ、その数十年後に廃位された。 トベリ対抗家の最後の子孫はイヴァン四世、イヴァン来帝の知性のオプリーチニナ制度の下で粛清された。トベリはカシモフ藩国の元藩であるシメオンベクブラトビチに与えられ、その後の動乱時代を過ごした。シメオンの短い知性の名残はトベリの二十八キロメートル北東のクシャリの村の戦闘場優美な境界道に残っている。しかしトベリは衰退から一転して、 成長に転ずる。新首都サンクトペテルブルクが建設されるとトベリは、モスクアイコールペテルブルク間の河川交通路、道路、後に鉄道の主要な中継点となった。ロシア帝国の貴族や皇族、有名人らが両党往復し、トベリに立ち寄った。1763年の大火の後、大勢の犠牲者が出て荒廃したが、エカテリーナ二世により死街は再建され、 新古典主義の街並みが新たに作られた。崩壊寸前の中世建築の廃墟は撤去され、新古典主義建築の建物に変わっていった。主なものは、女帝のアグー、マトベイカザコフ設計及び、主の商店協会、リボフ港設計で1813年に剣道を出る。百三十一年、トベリはこの地方で生まれた革命家、ミハイル・カリニンにちなんで、 カリーニン氏と解明された。ピョートル大帝時代以前、プレペトラインの最後の痕跡であった救世主制度は1936年に破され、1940年には近郊のオスタシコフで内務人民委員部 NKVD により6200人以上のポーランド人警官や囚人らが処刑された。1941年の2ヶ月間、独祖戦により、 ドイツ国防軍がカリーニを2ヶ月ほど占領し、市外は廃墟と化した。大規模なレジスタンスが市外と近郊で起こり、ドイツ軍は3万人の損害を出したとされる。カリーニンはヨーロッパで最初にドイツ軍から解放された大都市となった。冷戦時にはクリュチコボ空軍基地があったが、冷戦後に廃止された。1990年に市の名前は、 トベリに戻された。郊外にある白いイタリ生産者、教会、1564年を除き、現在のトベリには、中世の歴史を語る建物は残っていない。市街地や橋、貸には、エカテリーナ二世時代の新古典主義建築と、ソビエト時代の建築並んでいる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。